商明寺は、加古川市加古川町にある寺である。本尊は、阿弥陀如来である。加古川城跡に建っている。境内には、伊腸の大木があり、加古川町の目印となっていた。商明寺は、聖徳太子により、解散されたと伝えられる。解散当初は、西高寺とこうした。鎌倉時代に、岩南省領主であった。 カスヤ有興が、加古川城を築いた時期から、カスヤ氏の菩提寺とした。塩分3年8月に大洪水により七動画欄が、すべて流出したが、常時2年4月頃割今日の彦である、保連が再建した。その後、戦乱の火災にあったが、カスヤ武則が客道を寄進した。慶長8年3月3日、高野山返上院の官海上陣が勝ち院に、改名したが、 後の時代に、照明寺と再度改名された。慶長11年9月27日、池田照正、武行中村主伝助により、上田三段の寄付を受けた。現那5年10月22日、板倉勝重は、治療六国を寄付した。その後、再度火災にあったが、元六四年に、現在のガランが再建された。境内には七菊与党があり。 文政三年に混流された。南北朝時代の昭平五年、縁や高さだが事実と異なる密告によって、京都を追われ、本国の出雲国へ落ちていくとき、足利高氏の軍勢に追われ、現在の加古川姉妹田町仙道の付近で追いつかれた。そのとき、弟の六郎ほか老党七人が、主君のため、この場所に踏みとどまり、足利の軍勢と激しく戦い、全員討ち死にした。 この塔は、彼ら七人を供養するために建立された。千文及び書は、第三用の筆によるものである。山田ク右衛門が元首となり、川西彦九郎、桜井九郎左衛門が世主となって完成させた。ありがとうございます。